ハチャトゥリアン、ハチャトゥリアンのサインアルメニアの50ドラム、紙幣アラム、イリーチ・ハチャトゥリアン1978年5月1日は、旧ソビエト連邦の作曲家、指揮者。アルメニア人であり生は、ハチャトゥリアン、ハチャトゥリアンなどとも表記される。ソ連人民芸術家、プロコフィエフ、ショスタコービチと共に、ソ連を代表する作曲家である。ロシア帝国支配下にあった。 グルジアのティフリスで、アルメニア人の家庭に生まれ、おいに作曲家、カレンハ・ハチャトリアンがいる。モスクワで音楽を学んだ。ニ人賞など、多数の賞を受け、高い評価を受ける一方、自作の指揮者としても活躍。映画音楽も手掛け、チェコスロバキア国際映画最イ人賞も受賞した。作品の中でも、バレエ音楽、ガヤネーから抜粋した、演奏海洋組曲が、 とりわけ演奏機会が多く、中では、剣の舞が、アンコールピース、オーケストラ入門曲、映像 BGM などとして知られる。民族的な伝統を大切にし、独自の価値観とエネルギーに満ちた作風であり、異色の交際を放っている。仮面舞踏会は、ミハイル・レール・モントフの演劇、仮面舞踏会が、モスクワのバフタンゴフ劇場で公演されるのに合わせて、作曲された。 巨色と欺慢に満ちた、帝政ロシアの貴族社会における悲劇として描かれた。アルメニアで発行されている50ドラム紙幣に肖像が使用されている。ハチャトゥリアンは、アルメニアアゼルバイジャンジョージアなど、コーカサス地方の民族音楽の影響がうかがわれる、オリジナリティあふれる印象的な曲の数々を作曲した。作風は大胆、強烈と評価され、国民楽派の延長として、 民族的要素を取り入れた社会主義リアリズムの代表的作曲家とみなされるソ連、ロシア、アルメニアの切手、ありがとうございます。